それでは、えー、次の、えー、今日はテーマでこちらですね、はい、ある刑事事件を傍聴してというところではいつゆめさんじゃあま前回ちょっとお話ししましたけど、はい、あるこの傷害致死事件を、はいえー、最初から最後まで、はいえー、裁判を傍聴しまして、はい、あとは判決言い渡しを待つだけになっているので、はいまあ、ある時に判決を判決日言っちゃうとねどの事件か分からないです。 えどうなのかというのを見ますでこれはね一応形状無罪を主張してるんですよ、うん、弁護士弁護,側は、ね、弁護士うん林、うん、さんはねやってないという話で、はい、これは傷害致死について無罪と言ってるわけで、うん、過失致死だったというのが実質、うん、弁護士は言ってるわけですよ本人もそれを認めてるんですね誤って、うん、あのミスって死なせてしまいました、はい、ごめんなさいっていう気持ちはあるんですよ か殺意とか傷つけるこう意図というのを持ってやったことではないよというそうですね、はい、殺意まであっちゃうと、ね、この殺人なんですね。なので、はいえー、そういう気持ちはないミスをしましたということで、うん、でもミスをしましたという主張はないので、うん、障害致死に対してどうですかというか、うん、障害致死はしていませんというので形上無罪という主張になってしまうんですね。 でまあ裁判員裁判でまあご存知のとり裁判官3名でえ裁判員6名だから裁判長真ん中に右左の陪席がいて3人ずつで奥に2名の補充裁判員がいて座ってるだけなんですけどもでえ後半が6日間開かれて週に3日あったんですね。 ごめんなさい今ちょっと伺っていいですか補充の方っていうのは一応最初から最後まで全部見られるであのそのメインの裁判員という方に欠員が出たりとか何かちょっとご病気だとかね、はい、そういうことがない限りはその補充裁判員が何かし判断をすることはないといういただあの経緯は全部知らないといけないので全部見ておくということなんですねなるほどだから中にあったのは、はい、あの殺人事件要は重大事件ですから、うん、こう ご遺体が結構大変だったりする場合それを見るわけですよね写真でそうすると貧血で倒れちゃったりする方とかがいらっしゃったり急あの身内に不幸があるとかねという場合があった時にそれをやめろとは言えないそうすると補充の一番の方が抜けた方の代わりに入るんで全部知っているという状態ででも法廷上発言する権利はないじゃあ表のと。 裁判長が聞けば答えるんですけど、うん、答えれなければ自分から発言は基本はしない、うん、なまあただ聞く話によると補充裁判員の方どうですかって聞く場合が多いという話は聞きますけれども、うんうん、どでも表記には多数決の部分には入らない方なんですよね、うん、なるほどすいませんちょっとねそういうこともね、はい、あのなかなかわからないと思うのではい。 昼休みを挟んでやったのが4日間あって、うん、え午前中で終わったのが1日で 2>,、はい、1> え2時までやったのが1日、うん、1> 結構ね10時から7時までだと時、ね、で長いですよね。うん、でね、まあ、1時間から1時間半ぐらいでお昼、うん、あ休憩30分ぐらい入れてというかでお昼も1時間、うん、1> だからまあ1時間15分ぐらい取って。うん えということでまあやってますけど週に三日行くと結構ね大変ですよ、うん、そうですよねはいでいう中でで評議期間が四日間あるんですね、うん、だ四日間まあ何時から何時やってるかわかりませんけれども、はい、え裁判員と裁判官集まって同等だこうだって言ってまあ多分判決が決まってじゃあ、うんうんうん 裁判官が書きますねうん、うん、と言ってそれで書いてそれをみんながチェックしてっていう話になるんだと思いますけどこういう状態のものをまあ傍聴してきましたということですね、はい。はい、じゃ次です、ねはい、で思ったことはまず一つ目はマスコミのスタンスで傍聴全部いそれはなんつうかな重要じゃない日という言い方は失礼ですけどあまりポイントじゃない、うん。うん じゃあ例えば最初に罪状認否っていうのがあるんですけどえ被告人が認めるか認めないかっていう時にこの事件は否認しますということなのでえ弁護士が作ってたね文章を読んで要は結果的にはあの過失をしてしまいましたごめんなさいとでもあの障害致死ではありませんという主張をしたら言った瞬間にさあのいなくなるというほとんどの記者が。 まず認否をどういうういいかってそこだけですね,ね夜新聞見ますと夕方、うん、見ますと、えー、何々事件で本人は否認した、うん、こうこう言った、まあ、文章はメモしてるんですよね。はい、で過去の記事かなんかでこの事件は、うん、って言ってちゃんと記事が出来上がってるんですよ。はいうん、なると、はいうことは、ね、入れればいいっていうふうになってたんだなと思って、うん、あとねみんな若いんですよ。うん、あれですかその やっぱり事件の重要性とととかかっていうころで年齢もわる僕はね思ったのは多分司法クラブの記者って4名とか5名とかいますよね。で大体なんか大学出てくると大学も経済学部とか法律学部が多いんですよね法学部とかそうすると最初司法クラブに入れっていうらしいんですよ多くは。でそこで勉強してそこから政治に行くとか社会部に行くとかいろんな。 ふうに分かれてくるので、うん、結構だから大学出たてての人が多いいいとは聞いていますね、うんうん、だから僕が見た時に全部20代かな、うん、女性も男性もそんな感じはしたので、うん、まあ一番最初そこで勉強しろみたいな感じなのかなと思って、うんうん、でも思ったのはこう人間の生き死にを扱ったり、はい、殺した殺さないとか、うん、なんか人生っていろいろあるじゃないですか、ね。うんそ,すね、それを 感じ取れるのかなっていうのは正直思って僕が20代の時に誰かをね殺したって話を聞くととんでもないとか思うけど今ならどんな事情があったのかなその人の背景はとこう思うことができるわけですよ。できないかどうか分かりませんけどうーん大丈夫のかなっていう多分頭で判断してないかなとか。 垂直思考かなという,うころはちょ,っとちょっと心配になりましたね、はい。で、まあ弁護側があのまあ喋ると、あと幹事社だと思うんですけど、記者が来て先生あのコピーもらえませんかっていう話になるんですよ。うん、なるほど。で先生はまあ用意してて、あ,あこれですってで。じゃあこれはあの全部と配りますねっていう話になって、あ,あどうぞって。 ということで配るとそれが要約されたものがなり一部取られたものがまた記事になっているっていうことで自分でメモは取ってました一生懸命でもなんかまあ取材らしい取材はなかったですけどまあ弁護士も引っかからないから「これってあれですか?」とかって聞いても「書いてある通りです」とかって言ってまあ答えなかったんですけどまあそういうのがあって聞かないのに記事になるんだなっていうのを。 また久しぶりに生で。あの見てきたから、背景とかがわからないんですよね。うん、聞いてないわけですから。もう本当事実の部分。そう,いうことですよね。だから、うん、あの。それに関して論説とかっていうわけでもないし、まあ記事に感想を入れるわけでもないですしね。うん、だからもう。A. はこう言った B. はこう言った、うん、で裁判官はこう言った以上みたいな感じですよね。ですね。 後でちょっと話しますけどだからその背景がわからない聞いてないわけですよだから背景が分かって書くともしかしたらなんかニュアンスがちょっと変わったり一行加わるとかがあるのかもなというふうにはちょっと思いましたね背景を聞いてないから書きようがないという知らないわけですそういうことですねだ起きたことだけ起きたというか起きたとされたことだけですよねはい警察発表のねしかもねなぜそれが起きたかっていうことは聞いてないわけですよ まあ書面もれば書いてあるって言われたらそれまでですけれども「はい、だから証人尋問」その時にね声を震わせていたとか泣いていたとか、うん、とか、まあ、それが芝居って言われたらそれまでですけども「はい、あの時怒ってたよね」とかあるわけですよ。うんうん、なんでそこで怒るわけとかってうん、うん、ちょっと僕の本線とはずれるところで怒りを持ったりとかうん、うん、なんでそういうそこ怒るとこじゃないだろうとか、うん、なんかいろいろこう思うわけです。 あの時々ありますよねそのあの芸人さんとかでずっと傍聴してらっしゃる方とか、ねうん、でそういう方があの YouTube の配信したりとかあのブログ書か,か,か,かれたりとかしてますけれども結構、そういう方の方がそれこそそういうニュアンスだとか、ねうん、背景のところの,そのことについてどんなあの状況だったかとかっていうことを、ね、書かれている方いますけれどもあのなかなか、ま、いわゆる大手マスコミの記事にはないですよね。はい はい、で次ですね、はい、これはね、裁判員の方々ね、うん、僕も聞いててね、なんか、だらだらと読んでるわけですよね、はい、あとは証人尋問でも、うん、関係あるのかよみたいなことを聞く場合もあるんですよ。これはもう検察側がということですか。まあ弁護側は僕は一生懸命メモしてましたから。で、思ったことは、でも、居眠りしてる、 裁判員は僕は見受けられなかったんです。ちょっと眠そうな顔をしてるところはまあい、まあ、いなかったわけじゃないですけど、でずっと黙って聞いてるわけですよ。そうですね、10時から5時でまあ休憩時間ってもその時間黙って聞いてるわけですよ。で、証人がいて検察側が質問して弁護側が質問して、もしくは弁護側が質問してでどっちが本当かなとか。多分まあ控え室。 なんかポ,ンポイントみたいのは多分聞いてるとは思うんですけど、うん、黙ってて聞いてるんですよだから傾聴する能力、うん、人の話を聞く能力とかあとは意欲、うん、あと心で聞けるかどうかっていう力がこれ試されてるなって思って、うんうんまあ、そもそもでもあれですよねその いわゆる一般の方ですもんね裁判員ってだからその法律用語みたいなこと自体ももうほぼ普段の生活で聞いたことがないというないです、ね、そういう方々です、ね、で難しい言葉は裁判長が質問してました「ちょっと専門用語なんで説明してもらえますか?うん」って言って裁判長もね賢くて「うん、すいません僕わからないんで」うん、いやあんた過去に反決書いてるだろ」うって話なんだけどそこはまあ上手に「うん、すいません素人の問題教えてください」って言って証人、うん、に聞いたら。うん まあ承認もね初めての承認じゃないからまあ一般用語で分かるように説明してその辺は配慮があるなとは思ったんです、うんまあ、ただそれをね長い時間聞くとっ、ね、ずっとですよこれだけの期間6日間ね、うん、まあ質問の時間あるけど今回見たのは裁判員の方が直接質問することは1回もなかったです、うん、代表して裁判官が質問したことはあるしあと見たのは補充裁判員の方はメモを書いて裁判長に渡して裁判長がそれを 読んで質問するっていうことはありましたけどもど声を発するっっていうことはなかったですね、うんうん、ただ思ったのは、まあ、居眠りはしてませんけど、はい、心でシャッター下ろすってあるじゃないですか、はい、耳塞ぐというか、はい、もう聞きたくないよとか、はい、それはなかったのかなあったのかなっていうのはちょっとわからない。うん、ね、まあ人を裁く立場になっちゃうわけですから、はい、まあ真剣に、うん、あの聞くとは思いますけども僕はもしあっちに 裁判員いたら「何言ってんだよこいつ」とかってもし思っちゃったら「嘘ついてんだろお前」とかと思ったらもうそういう耳で聞くからシャッターが半分ぐらい降りてるとかねっていうのはなかったのかなあったのかなと思いながらいや裁判員はやりたくないなと思いながらあの裁判員大変だよっていうのをまあつくづく思いましたね,ね。まあだから本当に あのいろんな、ね、お仕事とかあのいろんなものを調節されて、ね、参加されている方、うん、本当に、ねごあのー、大変だなと思いますしでも、ね、なんとか協力したいと思って、ね、多分お時間を作ってこられているんだと思いますけど非常に役割の、ね、重いものですよね。では、えー、では何をさばいているのか。はい、これは本当に思いましたけど、うんあのね、被告人をさばいているように感じるんですよ。うん で多分そうなってんですけど、うん、本来裁判刑事裁判というのは被告人を裁くもんじゃなくて検察側の立証が正しければ有罪で、はい、検察側の立証が足りなければ無罪という話になるんだけど、はい、結局思ったのは被告人はやってるのやってないのっていう話になっていったり、うん、そのように聞いちゃってるなと思ったんですよ。 でも弁護側はあくまでもこうやっぱり法律家ですから被告人を裁くんじゃなくて弁護側の立証の足りないところとかを覆して検察側の足りないところを突っ込んでいったりというやり方をしているんですがだから裁判,じゃないや裁判員もそういう目でね裁判を見てるのかというと見てないしマスコミは完全に被告人を裁くじゃないですか。 ね、だから本来ならあ十分な立証したとかね、はい、この立証は甘かったとかって書くんだけど、うん、被告人はやったやらないこう言った言ったっていうことに終始してるんで,そうです、ね、だからこれはやっぱり僕自身の戒めとしても裁判は誰を裁いてるんだと、うん、被告人を裁いちゃいないよと、うん、検察官を裁いてるんだよっていうことをですねしっかり理解しないと判断間違えるし。うん まあでも現実には悲しいかな僕も含めてパッととすると被告人をさばいちゃう、うんうん、この人やったのやってないのみたいなね、うん、そういうところから見るう、ね、見ちゃう,もう結果的には同じようなことなんですけども、うん、検察官は立証がちゃんとできてるのか、うん、できてないのかっていう。 ところを、ね、<の>思ったんですよそうです、ね、あの疑わしきは被告人の利益にという、ね、大原則があるというところからいけば、うん、あくまでその立証は正しいの検察はきちんとこの人が有罪だということをきちんと導いているのっていうそこをやっぱり本来は見ないといけないというところね、メディアなんかでも本当は扱っていいたただきたいですよね、うん、今回、弁護人が最後の最終弁論ですよ、ねうん、の一番最後の言葉はそれでした。あの これで全てが終わりますが、はい、被告人たがし家は被告人の利益にという言葉がありますと確かに疑わしいですよねと、うん、この事件はだけどであの過失したことも事実ですとだけどわざとね、うん、それをやったのかどうかというところは疑わしいですよね、うん、疑わしければ被告人の利益なので,、うんうん、でこれは日本の刑事裁判の根幹ですと、うん、世界中のそれを にになっっててるるののは皆さんん判断かかです日本の刑事裁判がということで別に映画のように出てきて言わなかったですけれども「皆さんの手中にあります」っていう言葉を言って「これで終わります」って終わって僕は個人的に「かっこいいな」と「かっこいい」で判断したら悪いですけども本当そうなんだよなって疑わしいと黒じゃないですか。で裁判やる時にね真っ白白っ気ってないですよ。 真っ白白だったら起訴してないですから、うん、そうですね濃いグレーかね誰が、ね、何だかオフホワイトかってわけの分かんないこと言った芸人がいましたけれども <laughs> グレーなんですだグレーのように持ってきてるわけですよね、うんまあ、何らかの疑わしいところがあるから起訴に至ってるわけですよね、はい、で真っ黒黒助だったら否認しないんですよそうするともう量刑の話なんですよ 弁護人もね、僕は思いましたけど、量刑を扱う事件と無罪を扱う事件とはね、エネルギーと立証が全部違うんですよ。で、今回は無罪を争う事件でしたので、はい、弁護人というか弁護側は大変ヘビーな中で、うんえー、それがあったなっていうふうに僕は思いましたね。はい。それでは、えー、これがまあそこに関わってくるところですよね。はい、事実認定。 要は自立認定があってね中山さんっていうか3なんでつけちゃいけないのかな連続殺人事件が昔あった永山さんで、はい、要は永山基準って言って試験時の基準にな、うん、今でもなってる永山事件っていうのがあって、はい、これの弁護人の話を僕は直接聞いたことがあるんですよでまあその方の名前は検索すると永、はい、山基準出てくると弁護人の名前は出てくるんですよ、はい、その方に直接 聞いてあの時どうだったんですか？うん、なんでその弁護人を引き受けたんですか？っていう話をま飲、あ、みながらですけど、2>, はい、2回3回聞いたことがあって、その時の話を今回思い出したんです、うん、その時言ったのは要はやった。実はそんな争ってないんですよ。生、うんうん、い立ちがすごくかわいそうなんですよ。長山さんっていう人は、うん、でその生い立ちから見たら、うん、なんかやむを得ないという。うん、で、結局精神鑑定とかをね、うん、するってなったら本人がね。 精神鑑定は嫌がって,、うん、っていうことでいろいろあったんですけどその弁護士が言ってたのはその生い立ちとかの背景がこう扱われないというか、うん、理解してもらえないっていうことをすごく言って、うん、なぜその人がその事件を起こしてしまったのか、うん、そこにまあ同情の余地はないのかっていうところがね、うんうん、もうちょっとね加味されたいと。 ただやった行為はもう出てるわけですからそれは複数の人を殺してしまったということについては殺人でそこはしょうがないですよねでもなんでこんなことをしてしまったのかというとこういう生い立ちでここまでっていうねだからまあ最近で言うと例えば悪いかもしれないけどお父さんにずっとレイプされていた娘さんがねもう耐えられないっつってお父さんを殺しましたこれは殺人じゃないですかやった行為が。 じゃあそのレイプをされ続けていたっていうことについて扱わないのかっていう話なんです究極言うとうん、うん。そうですよね,ねだから断れただろうみたいなね、うんうん、いやいやいや、ちょっと待ってよと、うん、じゃあ、断れたって何、うん、じゃあ、ちっちゃい時からだからそ、そういうもうも育っちゃってるわけですよね、だから断れないじゃないですか、そこを加味するかしないかっていうところで、今回の事件では僕はその前提事実の前が、ね、扱われてないなと思、うんうん、ちょっと次の図をお願いしていいですか。はい であのー、以前からねあのん罪作りの方程式って作ってこれのバージョン2021というやつを作って、はいはい、だ変わったのはその前にね扱われないって書いた部分なんですよ。はい、青いね青い部分ので,であるところですね。ですよもうか、はい、で要は起訴事実というのはありますよね起訴される事実ですから。そこで今 右側に行くと被告人に不利な利益を外して、はい、え有利な利益をああいう不利な利益を足すというのがまあ現実ですよね、はい、でも何かこう人が死んだとかっていう事実があるわけですよ、はい、じゃその前提事実があるわけですよね、はい、でここまでは扱うんですよ裁判でも、はい、でも前提事実の前の事実があるんですよ、はい、でここはね触れることはあるんですけど、はい、要はあんまり扱われてないんですよ、はい そそれこそ今、月部さんがおっしゃったその,その方の生い立ちとかそういうところですよね。うん、触れはしますよ、うん、こういう生い立ちだったっていうけど、うん、じゃあその中でなんかね要は大したウエイトじゃない、うん、で批判で感情的になったり、うん、で今回でいうとあの被,ぎ被,害者被害者の遺族がまあ出廷する。うんで まあ意見を言う、まあ、お母さんが出たりおばあちゃんが出たりお父さんが出たりしてこんな可愛い子だったそれを命を奪ったあんたは許せないとか極刑にしたいぐらいだとかってもう震えながら泣きながら言うわけですよ。なるほどでそこだけ聞くとそりゃそうだよなっていう気持ちになるんですよ。うんうん、だけどその前の事実があるわけですよ。うん、何かっていうと離婚してるんですよ。うん、離婚してもらはらで離婚してるんですよ。 旦那さんが奥さんをモラハラしてたんですよで耐えられなくなって離婚してんですよで奥さんが扶養者になってたんですなるほどその人が私の大事な息子を奪ったって言ってるんですよあそのモラハラした人がした人がで僕がいれば守れたのにって言うんですよいや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  <laughs> で僕はねその前提を知ってるから「うん、いやいや」ちょっとモラハラとかは出てこないんですよ でもこっちは弁護側とかでやって,ってるから情報が入ってて、うんね、お前が守りたいって言ったけどなってじゃあ何でお前もらはらして離婚したんだよと、うん、それでお前裁判やってるんだろうと、うん、ちゃんとそこまで言えよと僕がもらはらをして離婚に至ってしまって大変申し訳ありませんと、うん、僕がもらはらさえしなければ離婚しなかった、うん、そうすればこの事件起きなかった、うん、お前が反省するとこはないのかと、うん、そこは言わないんですよ。 で泣きながら震えながら僕がちゃんとしていれば死ななかったって言うんですよ時に僕は心の中で「お前どの口が言う?」ってそれはかわいそうだよそれはわかるよそんなこと想定もしなかったでもねあんたがモラハラをして離婚せざるを得なくなったのは誰のせいなのよちゃんとそこも謝れよ子供にと思ったんですよお前子供に詫びろと。 その上でだけど違うよこんなら僕は分かるんだけど、うん、そうじゃなかったところに、うん、裁判に関係ないところに勝手に憤ってる自分がいて <laughs>、うん、でねあとはあ、まあ、ご夫婦というか結婚を考えてるご夫婦の旦那さん側がちょっと謝って殺しちゃったという主張でそれがまあね、まあ、殺したというかねわざとなのか。うん あの間違ったのかっていうところで婚活サイトで何か出会った出会わないって話になってるんですようん、うん、だけど知ってるんですよお前ら二人はどこで出会ったって、うん、婚活サイトで出会ってるんですよ、うん、婚活サイトもともとがその出会いがもうその別れた方の方ですねその最初の結婚の方の二番今回の出会いが 2>, 2, 回2回目がね、うんうんでその 犯人とされている被告人が婚活サイトで何か女性を探しているってことを批判してるんですよ。<ー>でちょっと待ってよと。<laughs> うん、ごめんあんた方二人の出会いって婚活サイトじゃないのじゃあなんで婚活サイトで女を探す男をひた否定できんのんあんたが探したからあんた方出会ったんでしょうだったらあんた自分私も婚活サイトで探してましたけど。で ね、条件があったので会ってみていい人だと思ってすあの一緒になりましたっていうことはどうして言わないの、うん、なんで婚活サイトだけで旦那さん側が旦那さん男性側が婚活サイトをやっているっていうことを批判されなくちゃいけないんですかなんであなたは自分で婚活をね自分も婚活サイトで出会ったちゃんとそこまで言いなさいよ。 そんな言うならあんたが婚活サイト探さないでちゃんとした男性探せばこの事件起きなかったんでしょ <laughs> そこを詫びなさいよ <laughs> 子供にと思うわけで,すでもあの今の話は本当にあのそこだけ取るとそれこそ,その婚活サイトで出会うこと自体あの否定みたいになっちゃう聞こえるんですよ。ねそう、そういう方々で幸せになってらっしゃる方とか、ね、方いっぱいおられるから <laughs> その方にたちに対しても失礼ですよね。<laughs> ね、だからちゃんと自分たちも婚活サイトで出会いましたとかね,ね、うんうん、じゃあなぜ婚活サイトをしなくちゃいけなかったのかっていうことでしょ、はい、ただもうモラハラ受けてるから怖いんですよ、うん、男性がで子供いるからそもそもそねただ子供のちゃんと面倒を見てくれる、うん、ところが実はどうも育児放棄のお母さんだったらしいんですよ、うん、仕事仕事でで保育園に全部預けて育児放棄的、うんうん だからモラハラになって、お前ちゃんと子供の面倒を見ろって怒ってたって話なんですよ。だからそのモラハラっていうと、男性は悪いようになるけど、モラハラが起きた原因はどうも育児放棄っぽいんですよ。で、そこら辺はその。扱われない。この扱われないところなんですね。な,<い>なるほど。いろいろ背景が。背景。で、<laughs> ね、その男性側があまりにも、で、まあ、出会ったと。で、まあ。 まず二人で会ってその次に子供を連れて会って、うん、お互い自分の子供もいるし、うん、会ってやっぱり意気投合した部分もあるし、うん、なので結局育児は全部彼が見てたんですよ。なるほどそのステップファミリーってやつですよねで見てたわけでなぜかというと育児しないからですよ奥さ,、ね、奥さんが。奥さんが放棄気味でもう仕事仕事なんですよ。そそもそものお母さんがねとう 裁判上じゃないですよじゃないこの事件の本根本はどこにあるかっていうとうん、うん、奥様のっていうか被害者の育児放棄それを責めた旦那さん,うん、うん、その結果離婚に至りそれで婚活サイトでっていう,こう流れが出てきてくるとちょっとイメージ変わりませんそうですよね。そそれって結局その 過失っていうとところとも本僕はあると思うんですけれども、ね、裁判上は前のところま、うん、ででその二人が被害者遺族で泣きながら、うん、こんなことになるんじゃなかったっていう話から始めるんで,、うん、でそこから聞くと本当にかわいそうだしわかるよって気持ちになるんですけどそのお子さんがかわいそうだねお母さんがかわいそうだねっていう話にな,なるし、ね、別れた別れたね旦那さんだってね、うん まあなんかの事情があって別れたんでしょうと、うん、でまさかねあの再婚相手の男性まだまあ入籍はしてないですけどに殺されるとなんて思ってないよね、うん、ひどいよねこの犯人ってこう思うわけですよ。でこっち側では情報を持ってるけどそのことは裁判では誰も喋らない。うん、で弁護側が、ね、昼休みとかに「俺聞いてやろうかな」 モラハラって何があったんですか、うん、聞いてやろうかな、うん、でも聞けばね意義ありが出てきて、うん、本件には直接関係ありません止ま、うん、るわけですよまあ上等手段ですねそれがね。でこっち側は弁護側はみんな知ってるわけですよ、うん、その情報は、うん、ただプライバシーの問題もあるし、うん、裁判所乗らないことも知ってるからわざわざそれを言ったところでやった行為には変わらない事実は変わらないそれは背景に入らないんですか入ってなかったですだから知ってただけで扱われないんですよ それはあれですかそのなんだっけえっ、ー、と裁判前の手続きなんだっけ、えー、後半前整理手続きで手続きで切られちゃうんですかもう出なかったかですよね最初から弁護士が出してないんですかねあまあ検察側が切っちゃったかか。うんうん で、検察側の教授調書は要は作文ですから、そういうのは話してても削除されてますよ、ね。まあ、検察側に有利なね。もちろん論評になってます。うん、あの論,論調になってますからね。うん、それはまあ、致し方ないとしても。 でも重大な事実ですよねそこはね。と思うんですけどその亡くなった子どもの背景としては重大な背景ではないかと思うんですけれどもただ公正要件で裁判、うん、刑事裁判でそうはなってなくて、うん、公正要件該当制でいくとやった行為とその1個前ぐらいじゃないですか。うんうん、でだから僕はさっき言ったあの西,あ西山じゃなくて永山判決を。うん 思い出してやった行為とか前とかじゃないその生い立ちまでね、うん、彼の場合はそこの生い立ちまで、うん、じゃあ今回で言うとその被害をね泣いて訴えてた人が原因はあなたにあるじゃないですか、うん、でもそのことは言わないで被告人が悪い原発にしてほしい極刑を望むみたいなねところまでだけどまあ極刑ないのは知ってるわけですけどあの原発を望みますって言ってそのお気持ちはわかるけども。 僕は冷静になるといやあすみません原因はあなたたちご夫婦じゃないですか、うん、そこに対してご、うん、夫婦仲は育児しないモラハラについてどのようにお二人は向き合いましたかと、うん、どういう話し合いをしたんですか、うん、でどのような離婚をしたんですかって聞きたくなっちゃう、うん、でも事件の解決じゃないんでですすよよ裁判そうですねなんかあの なんか、本当裁判って何をやってるんだろうというところがね、うん。あの、先ほどもありました。あの、次、次べさんのお話に、あの、あ、一回これ消してもらってもいいですかね。もう、これ、うん、いいですね。あの、あの、次べさんが話していただいた、その、何をさばいているのかっていうところで、その検察の。 あの立証を裁くっていうところで、うん、その被告人がやったかやってないかじゃないというところで行ったとするとまあそれでも被告人がじゃあやったかやってないかっていうところで行ったとしてもその方が最終その罪を償ってもし有罪だとしたら罪を償った結果その方が本当に人生をやり直そうと思うときにその背景まで扱われた上でそれもちゃんと加味されたあの罪状だったら まあこういうことも見てもらってその上でこの罪を償いますとで償った後自分はどう生きるかっていうなんか構成につながるような感じがするんですけれどもその前提条件扱われないでただその起きた事実だけで,で罪がこうでしたはい罪償ってくださいっていうだけだったらこうなんかこう不満感とかそれからその方のなんかこう本来癒されるべきところっていうのに向き合うきっかけすらなくて。 なるっていうそんな気がするんですよね。事実は分からないですけれども、そういう状況を見れば、犯人ね、被告人は優しい心で、かわいそうだとこの子がと言って自分が面倒を見て、そこで謝ってあの亡くならしてしまったというかね。だから過失致死。だから言い訳もしなかったんですよ。結果としてこういうことを作なったので、言いたいことはいっぱいありますが、この悲しみは。 大使の前で私はあのやってません。というね。殺そうとか、そう死んでもいいとかね。そんな風に思ったことはない。これだけは言わせてください。あとは言いませんって言ったんですよね。だから、それはまあ今のが事実であればあの。男らしいと思うし。でも向こうが嘘つきって思ってるわけですよ。 その罪をを逃れるために言い訳をして,るんだと,してるという。だからその今僕が言ったような過去の離婚のこととか彼は一切言わないし弁護側も言わないしだから知ってるっていうだけで心の中でいやこれでねミスったらお前は殺人犯かよそれだけでもらわらされて傷ついてる女性と子供をを守ろうとして一生懸命やった結果ミスってしまったことについて。 ここまで責められるのっていうのはちょっと僕はちょっと同情しただけど真実かどうかはわからないじゃ理想からすれば僕は客観的に見て真っ黒クロスケはグレーまではいったと思うんですよだけど真っ白にはならないだって過失があるんだからじゃあグレーだったら白でしょ裁判上はそうですよねっていうふうになるんですけどまあ ま,あどうなるかまだ分からないですけども僕がいつも言う裁判に愛はなじまないということだしじゃあここそこまで扱って罪が変わるかっていうとまあ上場の部分とかねなっちゃうかあと背景としてでもそれ全部知った上でやっぱり僕は自分が裁判員ならそれでもやっぱりダメだよあここはちょっと同情できるね仕方がないね。 で裁かれてんのは察本来ね、うん、だからあのドラマだったらね、うん、奥さんと旦那さんを裁きたいみたいなね昔の僕なら「ね、バチ当たれよお前、うん、お前らのせいでお前この子が死んでこうこうこう」と「うん、因果応報じゃないですけど <laughs> なっちゃうよ」っていうふうに思ったけど今はまあそこまでは全然思わないですけども、うん、ただ裁判では正直に事実は全部扱われないっていうのを目の前で 見てきててきこれれで犯人が裁かれて、うん、でまあ控訴するかどうかも分かりませんし判決が出るかも、ね、分かんないしまあ本人は有罪が出たら、うん、あのお子さんをね亡く,な亡くしてしまったのは事実で、うん、自分の目の前で自分の手でっていうかね、うん、過失で亡くなったんであれば争うことで、うん、その痛みが長引くんであれば、うん、自分が1年2年早く入っていても僕はあの 争わなないいいいでいたいみたみ趣旨のことは言ってたらしいんでですよ石鹸でだ弁護人もそうであればそのことは尊重したいよねって言ってまあ判決次第でまあなあんまりにも長すぎたらね相場から長すぎたら別かもしれませんけども相場であればまあちょっと今の流れで受け入れるのかなっていう。 納得はいかないけど、受け入れる被害者感情、うんうん、遺族の感情を考えるのかなっては思ったんですよね。うん、なるほど。うん、あの一つの事件を見ても、そうやってこう。さまざまな背景がどう扱われて、どう扱われないか。で、そのことがどう裁判に反映されるのか、されないのかっていうところ。うん、本当にこう。 ドラマな部分とこう冷静な客観的なねその裁判っていう部分と非常に難しい部分ですね難しいですね僕ねこれまた思い出したのが僕教員で、うん、まあ若い時っていうか入ってすぐ文章っていうのがあって要は生徒指導部だったんですよ、うん、で結構やんちゃな学校だったんでまあその時に僕は生徒指導部だからまあ上がってくるわけですよ こういうい状態でつってでまあ基本的には1回目はこれぐらいで 2>,、うん、2回目はこれぐらいで3回目はこんなもんで4回やったらまあ大役かなみたいな、うんうん、なんか相場があるんですよ <laughs> 裁判みたいですね、うん、で生徒指導部だから、うん、僕は最初、まあ、1年目の、まあ、入ったばっかりは事情聴取もしないし、うん、まあ同席してるぐらいですよねベテランの先生がやってで生徒指導部会ってやつで、うん、ず,っとずっと延々と1時間2時間話したいんですよ。うん 背景を話してんんですよなあ,あいつんちはなこういう家で貧しくてとかどんどこうので親がこうでとかって言って田舎だったんでみんな知ってベテランは知っててお兄ちゃんはこうでとかって言って話してるんですよでずっとやってるからなんでこんなことをね1時間も2時間もでどうせねってや定額2週間とか決まってんでしょと思って生意気にも「うん、先生なんでこれだけ時間かけて関係ないことを話すんですか?」って聞いたの。うん 清水先生って何かするには背景があるんだよその背景をちゃんと理解しないと家庭訪問したって話はできないでしょうってそらどうせきれいな作文書いてくるに決まってるよとでもそこでどうやってこう話をして突っ込んで要は泣かせてね反省させて二度としないという気持ちにさせるかそれでもするんだよって。 で親を泣かせたいんだと、うん、そうすると「ああお母ちゃん泣かしちゃいかんな」っていう気持ちになってくれれば抑止力が働くから、うん、そのためにねいろんな情報を集めて話してんだよっていうのを聞いて「うん、あそうだったんですね」って言って「面倒くせえ」とか若い時は思って、うん、でもねだんだん年齢上がっていくと本当にそこが大事なんだなっていうことがまあ分かってきて逆に若い先生が、ね「なんでこんなやってんですか」ってやっぱり僕のように言う時に。<laughs> ですよねそうじゃなくてってよくこう逆になってたんですけども、うん、教育ってなるとそこをちゃんときちんと見るっていうところです、ね、そうですね裁判じゃないんで、うん、とか先生が言ってるのは僕ら裁判してるんじゃないんだよ、うん、そら相場はあるけども、うん、教育なんだよどう構成させるかっていうことが大事なんだよっていうのであってそうですね ね、ここは裁判ですけれども、うん、だから裁判だって強制させるとか何かあったらやっぱり正しい自立認定からじゃないと反省のしようがないじゃないですかそ、うんうん、そうなんですよね。そこがかかる。うん、だからちょっと僕は今回新しい冤罪の方程式、うん、まあこれは冤罪じゃなくてもですよねでもやっぱり前のところから、うん、まあたまたま僕の事件が、ね、今見た事件が扱ってないのかと思うけど全部知ってる、ね、事件ね 詳しい事件も4つ、5つは知ってますから、うん、やっぱり扱われてない、うん、ところを見ると裁判の限界かなっていうい、ねうん、気ししましたね、はい、非常に難しいところですけれども、まあ、でも、ね、そんな背景があるということをぜひ、ね、知っていただければと思います。はい